令和2年度定例会を再開いたします。ただいまの出席議員数は26名であります。定数に達しておりますので、これより第261回3月通常会議を開きます。本日の議事はお手元に配布しております。議事日程第13号によって進めます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、5番太田洋一議員、6番藤原恒雄議員を指名いたします。日程第2、会議期間の決定を議題といたします。本件に関し議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。議会運営委員会の報告を行います。去る3月1日に議会運営委員会を開催いたしまして、第261回3月通常会議の会議期間および不議案件の取り扱いについて協議しておりますので、ご報告申し上げます。はじめに会議期間でありますが、本日から3月26日までの23日間といたします。次に本日の議事についてでありますが、まず行政報告および現金出納検査等の報告、次に市長の施政方針演説および教育庁の教育行政施策の方針演説を行います。次に報告4件について説明質疑、次に条例18件について提案説明、質疑の後に所管の常任委員会に付託、次に当初予算9件について提案説明、質疑の後に予算特別委員会に付託をいたします。次に辺地総合整備計画案について提案説明、次に補正予算8件について提案説明、次に一般議案2件について提案説明、次に一般議案2件について提案説明、質疑、討論、採決、最後に請願1件を受理しておりますので、所管の常任委員会に付託をし、本日の会議は閉議といたします。本会議終了後は、予算特別委員会を招集し、委員長、副委員長の御前の後に、当初予算9件を分科会に付託をいたします。次に明日以降の会議日程についてでありますが、3月5日から7日までは議案施行のため休会、8日から10日までは予算特別委員会分科会、11日は予算特別委員会分科会および常任委員会、12日は常任委員会、13日および14日は週休日のため休会、15日は代表質問、16日は代表質問および一般質問、17日は一般質問、18日から21日までは審査報告整理および週休日のため休会、22日は予算特別委員会、23日は審査報告整理のため休会、24日は議会運営委員会を開催し、
最終日の議案の取り扱い等について協議いたします。25日は審査報告整理のため休会、26日は本会議を開き、条例18件について常任委員長報告、質疑、討論、採決、当初予算9件について予算特別委員長報告、質疑、討論、採決、辺地総合整備計画案について質疑、討論、採決、補正予算8件について質疑、討論、採決、一般議案2件について質疑、討論、採決、追加議案が予定されておりますので、提案説明、質疑、討論、採決を行います。最後に、審査が終了した請願について、常任委員長、報告、質疑、討論、採決を行い、今期通常会議の審議をすべて終了する予定であります。これをもって令和2年度定例会は348日間の会期を満了いたしますので、閉会することにいたしております。以上のとおり協議しておりますので、日程どおり議事が進行できますよう、議員各位のご協力をお願いを申し上げ、ご報告といたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本通常会議の会議期間は、本日から3月26日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会議期間は、本日から3月26日までの23日間と決定いたしました。日程第3、行政報告について、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長。おはようございます。おはようございます。第258回12月通常会議以降の行政活動についてご報告申し上げます。はじめに児童生徒の活躍について報告いたします。第70回全日本学生書道展高校部門において北上湘南高等学校3年生の鈴木美久さんが最高賞となる文部科学大臣賞に輝きました。第70回岩手県中学校スキー大会では、スラロームおよびジャイアントスラロームに出場した上野中学校3年生の葛巻福春さんが、2年連続2冠となる偉業を成し遂げました。第29回岩手県合唱小アンサンブルコンテストのジュニア部門では、黒沢尻北小学校合唱部が金賞を受賞し、3月20日に福島県で開催される第14回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への出場を決めました。また、第30回東北高等学校ラグビーフットボール新人大会では、黒沢尻北高等学校が第3代表決定戦を制し、3月24日に埼玉県で開幕する第22回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会に出場するほか、第44回東北高等学校選抜卓球大会では3位に入賞した専修大学北上高等学校が12年連続で全国大会への切符を手にし、3月25日から三重県で開幕する第48回全国高等学校選抜卓球大会に出場いたします。
各校の全国大会での活躍を期待いたします。それでは行政報告を申し上げます。はじめに新型コロナウイルス感染症関連の主だった施策について進捗状況を報告いたします。製造業感染症対策事業補助金は12月15日まで申請を受け付け、137社に対し合計で3047万8000円の補助金を交付いたしました。製造業人材育成事業補助金については1月29日まで申請を受け付け、19社39件に対し255万9000円の交付決定をいたしております。市内全世帯に一律5000円の飲食券を配布した地域飲食店応援事業については、使用期限である12月31日までに配布数の約 94% にあたる36万1000枚、金額にして1億8000万円余りの飲食券が利用されました。またコロナ禍における高齢者等の健康増進を目的として、北上版いきいき100歳体操の DVD 版を作成し、市民団体等に無償で貸し出すほか、 YouTube の市公式チャンネルで動画配信を開始いたしました。外出や運動の機会が減る中、市民の皆さんの体力の維持向上に資するものと考えております。次に農林水産業に関する表彰について申し上げます。12月22日に開催された令和2年度岩手農林水産躍進大会において、北上市森林組合の三浦圭一代表理事組合長が岩手県農林水産業表彰を受賞いたしました。三浦氏は平成18年から北上市森林組合理事、平成23年からは同代表理事組合長として組合の運営に携わり、高性能林業機械の導入等による生産性向上やコスト縮減を図るなど、積極的な経営改革により同組合の健全経営に大きく貢献したことが評価されました。次に第9回北上地域教育力向上フォーラムについてでありますが、子どもたちを取り巻く環境の変化に対する対応についてをテーマに、1月16日に桜ホールにおいて約90人の参加を得て開催いたしました。今年度は社会医療法人知徳会未来の風清和病院の精神科医鈴木里穂氏が、青少年をネット依存から守るためにと題してゲーム依存に関する講演を行い、参加者は依存の傾向や適切な支援方法などについて理解を深めました。最後に各種功労者表彰について申し上げます。はじめに北上市技能功労者表彰についてでありますが、1月19日に表彰式を開催し、卓越技能功労賞3名、青年卓越技能功労賞5名に表彰状を授与し、関係者とともに受賞をお祝いいたしました。次に北上市体育功労等表彰及び北上市芸術文化功労等表彰についてでありますが、2月19日に表彰式を開催し、体育功労賞、スポーツ栄光賞として各1名、芸術文化功労賞、芸術文化奨励賞として各2名を表彰いたしました。また例年1月に開催していた市政功労者表彰式は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し延期しておりましたが、去る3月2日に開催し、地方自治功労2名、産業振興功労3名の方々の市政発展への長年の功績をたたえ表彰いたしました。以上を申し上げ、行政報告とさせていただきます。ただいまの報告に対する質疑に入ります。
これをもって質疑を終結いたします。日程第4、現金出納検査等の報告を議題といたします。報告書の朗読を省略し、これより質疑に入ります。これをもって質疑を終結いたします。この際、諸般の報告を行います。事務局長から報告いたさせます。事務局長。議長、事務局長。昨年11月26日以降の一般事務につきましては、お手元の一般事務報告の通りでありますが、その中から主な事項を報告いたします。12月17日には元北上市議会議員故高橋勲氏に対する死亡叙勲伝達式が行われ、議長が出席しております。翌18日には12月通常会議で可決した刑事訴訟法の再審規定再審法の速やかな改正を求める意見書を関係省庁へ送付しております。1月14日には令和2年度岩手県市議会議長会第2回定期総会が遠野市のアエリア遠野で開催され、議長が出席しております。会議では事務報告の後、会長提出議案6件、各市提出議案3件、協議案1件が審議され、いずれも原案の通り可決されております。以上をもちまして、一般事務報告を終わります。ただいまの報告に対する質疑に入ります。これをもって質疑を終結いたします。日程第5、市長の施政方針演説を行います。施政方針について、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長。本日ここに第261回3月通常会議が開会されるにあたり、所信の一端を申し上げ、市民や企業の皆様、市議会のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず今年度を振り返りますと、新型コロナに翻弄された1年でありました。国内の感染者数は43万人を超え、首都圏で緊急事態宣言が継続されるなど、感染収束が見通せない状況にあります。本市においては、幸い感染の拡大は見られないものの、市民の日常は一変し、外出控えや往来自粛、各種イベントの開催中止などにより、消費は落ち込み、地域経済は今なお大きな影響を受けております。これまで国の交付金等を活用しながら、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金など、約97億円規模の支援策のほか、事業者が行う感染防止対策や事業継続の取り組みなどに対し、市独自に20億円規模の施策を講じてまいりましたが、市民の平穏な日常を取り戻すため、コロナ禍の一日も早い収束を願ってやめません。また、このような状況下においても、将来を見据えたまちづくりの歩みを着実に前に進めるべく、平成27年度に策定した総合戦略に基づき、4つの重点プロジェクトを推進してまいりました。結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくりプロジェクトでは、新たに立ち上げた子育ち応援1億円プロジェクトにより、夏場の猛暑対策として、学童保育所への
エアコン設置を推進してまいりました。また、グローバル化の進展の中で、英語力の重要性が今後ますます高まると考えられることから、外国語指導助手、いわゆる ALT について、すべての中学校区に1名ずつ配置となる、よう増員を図ったほか、中学生の英語検定受験への補助を継続して実施いたしました。また、次代を担う若者のまちづくりへの参画に向けた取り組みとして、北上未来創造会議の委員に40名ほどの高校生を委嘱し、次期総合計画の策定にあたり、若者目線の貴重な意見を頂戴いたしました。継続的に展開している子育て応援1億円プロジェクトでは、安心して妊娠、出産、子育てができるよう、産後ケア事業において、新たにデイサービス型の事業を展開いたしました。子ども医療費給付事業では、医療費助成の現物給付方式の対象を、中学3年生まで拡大し、手続きの簡素化を図ったほか、小児インフルエンザ予防接種助成事業の所得制限を撤廃し、子育て世帯の経済的負担のさらなる軽減を図りました。地域産業の振興プロジェクトでは、農地の利用状況や農地所有者の営農意向調査を実施するとともに、地図情報システムによる農地情報の一元化を図り、農地の集積・集約化を推進してまいりました。また、食のつながり認証制度により、北上産農産物の魅力発見と信頼性向上に継続して取り組んだほか、ふるさと納税制度を活用して、農産物をはじめとした北上市の特産品の PR を展開いたしました。暮らしを支える地域公共交通体系の構築プロジェクトでは、新たな拠点間交通として、鬼丸号、口内線、および鬼柳線を整備いたしました。また、北上駅前バスターミナルに風雨をしのげる待合所を整備し、バスの発着状況を確認できるバスロケーションシステムを設置したほか、11月に開院した北上済生会病院、新病院のバス停留所に屋根付きの待合スペースを整備し、公共交通の利便性向上を図りました。シティプロモーションの推進プロジェクトでは、北上トリプルアニバーサリー2021に向けた PR 動画を作成し、動画投稿サイト YouTube の市公式チャンネルで公開の上、市内外に当市の魅力を発信したほか、原付バイクのオリジナルナンバープレートの交付や、オリジナル婚姻届出書の配布、学習漫画、北上市の秘密の作成など、シビックプライドの醸成を図る取り組みを展開いたしました。一方、当市を取り巻く社会経済情勢は、内閣府の発表によると、2020年10月から12月期の国内総生産、いわゆる GDP の速報値は、物価変動を除いた実質で、前期比 3.0% 増と、2四半期連続のプラス成長となったものの、2020年通年では、前年比 4.8% 減となり、リーマンショック後の2009年以来、11年ぶりのマイナス成長となりました。このような中、当市の有効求人倍率は昨年5月に 1.04 倍まで落ち込んだものの、以降は求人数の増加とともに上昇に転じ、電子部品、自動車関連産業といった製造業の業績回復により、直近の有効求人倍率は 1.42 倍で、全国平均を大きく上回っております。また、3次元フラッシュメモリ市場の中長期的拡大を見込み、キオクシアが2棟目の製造棟建設を視野に用地取得を進めており、建設が具体化すれば、当市のみならず、県内経済に広く好影響を与えるものと考えております。
コロナ禍の真っ只中にあり、先行きの見通せない地域経済にとって非常に明るい話題であり、必ずや実現に導き、強固な経済基盤の確立と市民福祉の向上につなげてまいります。また令和3年度は今後10年間のまちづくりの羅針盤となる新しい総合計画が始動いたします。まちづくりの将来像として掲げるウキウキワクワクする町北上は、高校生委員を中心とする北上未来創造会議からの提案を形にしたもので、子どもから大人までそれぞれのライフステージを楽しく過ごし、多くの市民の笑顔あふれるウキウキする町、新しいことに挑戦する人や企業を応援し、挑戦するなら北上市として市内外から認められるワクワクする街の実現を目指すものであります。私は時代を担う若者の夢の詰まったこの計画を具現化するため、初年度から全開で街育てに邁進してまいる所存であります。加えて令和3年度は天正地開園100周年、第60回北上道の区芸能祭りおよび市政施行30周年という3つの周年が重なるトリプルアニバーサリーを迎えます。くしくもオリンピックイヤーと重なることとなったこの後期に、シビックプライドの醸成と関係人口の拡大を図り、北上市に関わりのある方々がシビックプライドを原動力として、まちづくりに主体的に参画できる環境構築につなげてまいりたいと考えております。この節目となる令和3年度はコロナ禍という極めて厳しい状況下で幕を開けようとしております。新型コロナウイルス感染症については、国内でも医療従事者向けにワクチンの先行接種が始まり、その効果に期待するところでありますが、全国民にワクチンが行き渡り、さらに社会全体で感染が収束するまでには一定の期間を要するものと考えております。市といたしましては、市民へのワクチン接種がスムーズに行われるよう万全な体制を構築するとともに、市民の命と暮らしを守り、地域経済を立て直すため、感染防止対策や経済対策など引き続き適時適切な施策を講じてまいります。それでは令和3年度の市政運営の方針について申し上げます。はじめに新しい総合計画の概要と組織体制について申し上げます。基本構想に掲げる4つの基本目標は、これまでの行政分野の縦割りの分類ではなく、市民生活に視点を置いた分類となっており、人、なりわい、暮らしの3分野を仕組みでしっかりと支え連携しようとするものであります。基本計画では4つの基本目標のもと、10の基本方針を掲げるとともに、今後10年間において戦略的に取り組む持続可能なまちづくり推進プロジェクトをそれぞれの基本方針に対応する形で取りまとめており、市の目指す姿が具体的に分かりやすく表現されております。また総合計画を着実に推進するため、行政組織の再編整備を実施いたします。具体的には全庁的な対応が必要な危機管理の総合調整を企画部が担うこととし、消防防災部を企画部に統合するとともに、消防防災課を危機管理課に改称いたします。またインフラ資産マネジメントを着実に推進するため、財務部に資産経営を一体的に担う資産経営課を新設し、契約検査課は財政課に統合いたします。また妊娠期から子育て期まで、子育て世代への切れ目のない支援体制を確保するため、健康子ども部を新設し、保健福祉部健康増進課を健康づくり課に改称の上、教育委員会教育部子育て支援課とともに移管するほか、課相当の子育て世帯包括支援センターを創設いたします。保健福祉部は福祉部に改称し、
福祉施策の強化を図るため、福祉課を地域福祉課と障害福祉課に分割いたします。また、都市整備部に、アジサイ都市の拠点戦略とネットワーク戦略を担う都市再生推進課を新設いたします。以下、基本目標及び基本方針に沿って、持続可能なまちづくり推進プロジェクトを中心に主だった施策について申し上げます。はじめに、基本目標、人、未来に輝く未来をつくる人づくりについて申し上げます。基本方針1、未来に輝く人づくりでは、子育て寄り添いプロジェクトにおいて、これまで展開してきた子育て応援1億円、子育ち応援1億円に次ぎ、新たに7歳までの第3子以降の子ども1人につき10万円を給付する多子世帯応援1億円を展開し、子ども未来投資枠3億円として強力に推進してまいります。また、保育士確保事業を継続して展開し、保育人材の確保に努めるとともに、民営の保育所や認定こども園の整備を支援し、3歳の壁の解消を図ってまいります。まもなくオープン予定の保健子育て支援複合施設ホッコにおいては、保護者の仕事や冠婚葬祭、通院などを理由とする一時的な保育需要に対応するとともに、子育て世代包括支援センターでは、妊娠、出産、子育てに関する各種相談にワンストップで対応し、関係機関と連携を図りながら、安心して子どもを産み育てられるよう、子育て世代を支援してまいります。さらに、ソーシャルワーク機能を担う子ども家庭総合支援拠点を併設し、支援を必要とする子どもや家庭に対し、全般的にサポートするとともに、児童虐待の発生防止と早期発見に努めてまいります。基本方針に、未来をつくる人づくりでは、学びの改革プロジェクトとして、令和4年度開校予定の笠松小学校、令和5年度開校予定の東部地区統合小学校の整備を着実に進めるとともに、北上中学校と東陵中学校の規模適正化に向けた検討を進め、より良い教育環境の整備に努めてまいります。また、コミュニティスクールの本格導入を見据え、学校運営協議会と連携して、地域学校共同活動に取り組む地域学校共同本部を設置し、地域教育力の向上を図ってまいります。基本方針3、すべての人が活躍できる環境づくりでは、地域をつくる文化芸術、スポーツプロジェクトとして、本3月通常会議に議案を上呈している北上市文化芸術基本条例の理念を具現化する仮称北上市文化芸術推進基本計画の策定を進め、文化芸術を生かしたまちづくりを推進してまいります。また、国指定史跡発展遺跡の保存活用計画の策定を進め、地域資源である文化財を確実に次世代へ継承してまいります。スポーツの分野では、生涯を通じていつでも、どこでも、誰でも日常的にスポーツに親しむことができる環境を整備してまいります。次に、基本目標なりわい、挑戦する心を原動力とした力強い地域経済の創出について申し上げます。基本方針4、力強い地域経済の創出では、イノベーションチャレンジプロジェクトとして、兼業農家の効率的な生産体制の構築のため、農業用ドローン、自動灌水装置といったスマート農業技術の導入や、農業用機械の共同購入に対する支援を実施してまいります。また、適切な森林経営の実現に向け、航空レーザー計測による森林資源調査を実施するとともに、私有林の集積、集約化の受け皿となる林業経営体の高性能林業機械等の導入を支援してまいります。これらに加えて、好調な企業進出に伴う事業用用地の需要に対応するため、紫野地内に新たな産業業務団地の整備を進めることとし、
令和6年度の分譲開始に向け、詳細設計および用地買収に着手してまいります。基本方針5、多様な人材が働きやすい環境の向上では、北上働くプロジェクトとして、自立支援協議会など関係機関と連携して、障害のある方々の多様な就労の場を確保してまいります。また、農業の担い手確保対策として、新規就農者への支援に加え、中心経営体などの担い手に対する親元就農を支援してまいります。雇用人材の確保に向けては、市内に立地する企業の魅力を伝える機会を充実させ、新規学卒者の市内就職割合を高めるほか、就業相談会等を通じて、求職者と求人企業とのマッチングを図ってまいります。加えて、北上地区勤労者福祉サービスセンターと連携を図り、中小企業勤労者の福祉厚生サービスの充実を図ってまいります。次に、基本目標、暮らし、生きる喜びと障害安心の暮らしをサポートについて申し上げます。基本方針6、健康と安心の地域づくりの推進では、生き生き元気ライフプロジェクトとして、健康福祉ポイント制度を導入し、ウォーキングや健康づくり教室への参加など、日常的な運動習慣の定着を促すとともに、特定健診や各種がん検診の受診率向上を図り、生活習慣病の予防と疾病の早期発見につなげてまいります。また、保健事業と介護予防事業の一体的実施体制の構築により、生活習慣病の重症化やフレイルの予防を推進し、健康寿命の延伸を図ってまいります。これらに加えて、引きこもり当事者や家族への支援策として、居場所を継続して確保するほか、相談窓口の設置やアウトリーチ支援員の配置による相談支援体制を構築してまいります。また、財産管理など、権利擁護に関する支援を必要とする方々が、自らの権利を守りながら、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、北上市権利擁護支援センターを設置し、関係機関と連携しながら、総合的な支援を行ってまいります。基本方針7、良好な住環境を支える適切な土地利用と基盤整備では、拠点形成ネットワークプロジェクトとして、北上駅西口周辺について、駅前という好条件を生かした利活用を図るため、多様な手法の導入による機能更新について調査研究を進め、現在整備が進められている東口の複合施設との相乗効果により、都市拠点の機能を強化してまいります。また、地域拠点においては、必要とされる都市機能の誘導を図ってまいります。公共交通の整備にあたっては、地域ターミナルの設置など、利用者の利便性を高める施策を展開するとともに、利用したくなる魅力ある公共交通の実現に向け、地域公共交通計画の策定を進めてまいります。これに加えて、人目線に立ち、都市拠点を中心に歩道のバリアフリー化を推進するほか、現在策定を進めている自転車活用推進計画に、自転車活用推進計画に基づき、自転車を活用したまちづくりを進めてまいります。また、当市を代表する観光地である天正寺の桜並木について、良好な状態で後世に引き継いでいくため、企業版ふるさと納税制度を活用して寄付を募り、延命化事業を実施してまいります。基本方針8、環境に優しい安全安心な暮らしの形成では、私から始める減災プロジェクトとして、市が独自に要請してきた自主防災マイスターを中心に、自主防災組織の活性化を図るとともに、来年度、東市と西和賀町を会場に実施される岩手県総合防災訓練を通じて、地域防災力の強化を図ってまいります。また、消防団の強化に向けては、団員の準中型免許の取得や、
オートマ限定解除の支援を継続し、すべての団員が消防団車両を運行できる体制を構築し、機動力を高めてまいります。加えて、近年激甚化、頻発化する台風や豪雨といった自然災害のほか、大規模事故や武力攻撃、感染症の拡大など、市民の生命や財産を脅かす事案に対する総合調整を担う危機管理官を企画部内に設置し、危機対応能力の強化を図ります。最後に、基本目標、仕組み、誰もが主体的に参画する市民共同の進化、より良いまちづくりに挑戦し続ける行財政改革について申し上げます。基本方針9、誰もが主体的に参画する市民共同の進化では、市民がつくるまち育てプロジェクトとして、当市のまちづくりの文化ともいえる共同について、共同事業の企画立案からマッチング、実施、評価に至る一連の仕組みを確立し、市民や事業者、行政などのまちづくりの主体が互いにメリットを享受できるよう、さらなる進化を図ってまいります。また、まちづくりの共同相手である地域づくり組織では、担い手の育成と継承が課題となっていることから、現在、黒沢尻北高等学校や学校法人北上学園と提携している人材育成協定に基づく取り組みを継続的に展開し、長期的視点で次世代の担い手を育成してまいります。加えて、地域づくり組織が地域計画に基づき、地域の特色を生かしたまちづくりを主体的に実践できるよう、地域づくり総合交付金の拡充を図ってまいります。また、北上市に関わるすべての人たちにとって、特別な1年となるトリプルアニバーサリーを迎えることから、4月のキックオフ式典を皮切りに、全国桜シンポジウム、10月の天正地開園100周年記念式典、2月の市政施行30周年記念式典など、各種周年記念事業を通年で展開し、これらを通じて北上市の魅力を内外に発信してまいります。基本方針10、まちづくりを支える仕組みづくりでは、自治体のスマート化プロジェクトとして、今年度から開始した証明書等のコンビニ交付サービスの対象に、課税所得証明書を追加し、市民の利便性向上と窓口の混雑解消を図ってまいります。また、市税の納付手段として、キャッシュレス決済を導入し、納税方法の多様化による納税者の利便性と納付率の向上を図ってまいります。市が受注する工事及び建設関係コンサルタント業務においては、電子入札を導入し、入札参加者の利便性を高めるとともに、入札事務の透明性や公正性の向上を図ってまいります。また、市の広報手段として、電子媒体を積極的に活用し、適時に円滑な情報発信を行うほか、広聴手段として、ウェブアンケートシステムを導入するなど、市と市民双方のコミュニケーション手段の電子化を進めてまいります。さらには、民間から情報戦略を担う人材を登用し、デジタルトランスフォーメーションの流れを的確に捉え、デジタル基盤整備を集中的に推進してまいります。これらに加えて、公共施設管理に包括施設管理委託方式を導入し、維持管理水準の向上を図るとともに、予防保全型の公共施設マネジメントを推進してまいります。また、総合計画の着実な推進を図るため、行政評価の結果をタイムリーに施策に反映させる評価サイクルを確立し、最小の経費で最大の効果を上げる行政運営につなげてまいります。結びに、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、人や物の動きには制限され、経済活動は停滞を余儀なくされました。新型コロナウイルスが収束するには数年かかるとの見方もあり、私たちはこのウイルスと共存しつつ、
社会経済構造の転換を図っていく必要があります。民間では生産拠点の国内回帰の動きが見られることに加え、国内ではテレワークの浸透などにより企業や人の地方回帰への関心が高まっております。この変革期をチャンスと捉え、アフターコロナを見据えた長期的視点で地方創生につなげてまいりたいと考えております。以上、所信の一端を述べさせていただきましたが、市民や企業の皆様と議員各位のご指導とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明を終わります。ありがとうございました。日程第6、教育庁の教育行政施策の方針演説を行います。教育行政施策の方針について教育庁から発言を求められておりますので、これを許します。教育庁。おはようございます。おはようございます。第261回3月通常会議の開催にあたり、令和3年度の教育行政施策の方針を申し上げます。教育をめぐる当時の社会変化として、企業活動等による人口の社会増から微増ながらも人口増加基調となっている一方で、少子高齢化、人口の自然減は続いており、各家族や一人暮らしの増加による世帯の小規模化が進んでいます。また今後の大きな変化としては、経済面の要因等から市内に外国人および外国籍の子どもの増加も予想されており、多様性社会の推進のためにも性別、年齢、障害や病気の有無、国籍等を問わず誰もが活動しやすい環境づくりが求められています。このように社会環境が大きく変化する中で、北上市の教育として社会環境の変化に対する課題を明らかにし、未来に対応できる教育を学校や家庭を含む地域一体で取り組む必要があります。併せて市民一人一人が社会環境の変化に関する新たな知識を手に入れ、主体的で生涯を通じた学びに取り組むとともに、互いを尊重した人と人との関係、パートナーシップの構築に取り組む必要があります。持続可能な社会を担う人づくりを進めるため、北上市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱である第二次北上市教育大綱に基づき、人づくりこそ地域発展の源、誇りを持って地域を担う人材の競争の理念を実現する教育行政を推進してまいります。また令和2年度においては、これまでの教育行政施策を検証しつつ、第二次北上市教育大綱や北上市総合計画に基づき、新たな北上市教育振興基本計画の策定を進めており、以下、新たな北上市教育振興基本計画の方針に沿って、主な施策の概要について申し上げます。第一は、郷土に誇りを持ち、未来に向かう人づくりについてであります。はじめに、変化する社会を生き抜く知、徳、体の育成については、確かな学力と情報活用能力の育成として、新しい学習指導要領に基づき、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進め、知、徳、体のバランスの取れた生きる力の育成に取り組みます。また、学習の基盤となる資質能力として、ICT を使った情報活用能力の育成も求められており、児童・生徒1人に1台の端末を整備し、活用を進めることで、情報活用能力の向上を図ります。不登校児童・生徒への対応については、不登校児童・生徒やその保護者の心情に寄り添って、丁寧な教育相談を行うとともに、居場所づくりの整備を進めます。グローバルな人材育成については、
英語検定にかける受験料補助や理科実験教室の開催、社会科副読本の改訂等に継続して取り組み、児童生徒における英語力と科学力の向上、郷土愛の醸成に努めます。幼児教育の振興と就学への滑らかな移行については、幼児教育振興プログラムに基づき幼保省等連携会議による情報交換や体験入学などの取り組みを継続します。また関係機関が支援を必要としている子どもや家庭の状況を共有し、連携を強化するとともに、必要な教育条件や適切な学びの場の検討を進めます。さらに障害児等に対応する幼稚園職員や保育者への研修の充実を図り、支援が必要な子どもたちの発達を促します。食に関する自己管理能力の育成については、栄養教諭等が具体的に授業を参画することにより健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進します。合わせて肥満等の指導等により望ましい食習慣の形成に努めます。次に、最適な教育環境の構築については、地域とともにある学校づくりとして、学校と地域がどのような子どもを育てるか、何を目指していくのかといった目標やビジョンを共有し、子どもの学びと生きる力を地域社会全体で育む体制を整えるため、コミュニティスクールを導入します。また児童生徒の事故の未然防止のため、スクールガードや地域のボランティアと協力した地域ぐるみの学校安全体制を学校と地域の連携を図りながら維持します。これからの時代に応じた指導体制や教育環境の構築については、教職員研修の機会を充実し、実践的な指導法の充実に努めます。また教職員の勤務内容を把握分析し、業務改善を図るとともに、地域と連携した学校教育における教職員の担うべき役割を検討します。教育環境の整備については、市建築物最適化計画等に基づき各学校の長寿命化や建て替えを計画的に進めます。合わせて小中学校における児童生徒数の減少や地域の実情を勘案した上で、子どもたちにとってより良い教育環境の確保および充実が図られるよう地域と協議を進めます。また義務教育卒業後の教育環境整備として、市内私学高等学校の安定的な運営への支援、大学生等に対する奨学金制度を継続します。さらには学校給食において地場産品の積極的な利用を図るとともに、市内すべての児童生徒がアレルギー対応食を選択できる環境整備を進めます。第2は、すべての人が活躍できる環境づくりについてであります。はじめに、生涯にわたる豊かな学びの場づくりについては、社会教育への対応として多様な市民ニーズに対応した生涯学習講座を開催します。また多様性社会における誰もが学び活躍できる環境の整備を進めます。家庭や地域の教育力については、北上市地域教育力向上推進計画に基づき、学校、家庭、地域、行政が連携しさらなる向上を図ります。またこれまで培ってきた地域教育力向上の取り組みを生かしながら、北上市の目指すコミュニティスクールを推進します。読書習慣の低下に対する取り組みについて、生涯の読書習慣の基礎となる幼少期から本に親しむことが重要と捉え、ブックスタート事業や子ども向けの読み聞かせやお話し会の開催などを推進するとともに、岩手県立大学と共同で取り組みを始めた仮称子どもの読書支援プログラムの開発事業を進め、家庭環境の違いなどによらない読書習慣の定着を図ります。市民の共同意識向上への取り組みについては、図書館、博物館および鬼の館における
幅広い年代の利活用につながる取り組みを進めるとともに、市民が来館し学べる身近な社会教育施設として、豊富な資料の収集、保管、利活用に努めます。さらには、郷土への新鮮な興味を喚起するとともに、多様なニーズに対応した展示や事業の実施と、職員の専門性向上に取り組みます。また、インバウンド、感染症対策など、新たな社会情勢の変化に対応した社会教育施設として整備を進めます。次に、文化芸術およびスポーツを核とした地域活性化について、文化芸術を活用したまちづくりの推進として、さくらホールや日本現代詩歌文学館で開催される文化芸術活動および市民芸術祭、また障害学習センターや地区交流センターを起点として開催している文化芸術活動など、市民が気軽に文化芸術に触れられる機会の創出を図ります。特に、利根山公人記念美術館においては、故・利根山公人氏の生誕100周年と、同記念美術館の開館25周年を迎えることから、これらの周年を記念した事業を開催します。ライフステージに応じて楽しむ障害スポーツの推進については、体育協会や総合型地域スポーツクラブ等と連携し、幅広い年齢層を対象としたスポーツ教室等や、自然を生かしたウォーキング、サイクリングコースなど、体育施設以外でも市民が楽しみながら参加でき、スポーツを日常的に行うことができるような取り組み、日常生活にスポーツの要素を掛け合わせる取り組みを推進するため、スポーツ日常化支援事業を実施していきます。また、スポーツを観戦する機会の提供、スポーツボランティアに関する情報を提供します。競技スポーツの推進については、さらなる競技力の向上につながるよう、高レベルの競技スポーツに触れる機会として、有力チームの合宿誘致や、プロスポーツの試合開催による良質なプレーに触れる機会を提供するとともに、体育協会や総合型地域スポーツクラブ等の指導者育成支援を通じ、市全域の競技力向上につなげます。スポーツを活用したまちづくりの推進については、各地に点在する地域資源に磨きをかけ、シビックプライドを醸成するとともに、ターゲットを定めたプロモーションを行い、年に複数回来訪してくれるファン層の獲得を推進します。また、多くの体育施設において老朽化が進んでいることから、レッズリコ野球場や、展勝地プールの改修を行うなど、計画的な整備改修や施設の長寿命化を進めます。文化財の保護・保存については、未指定文化財の適切な保護・保存に向け、神社仏閣や個人の所有物件等の重要度を判断する調査を進めます。また、重要文化財、多聞院伊沢家住宅の防火対策を進めるなど、市が所有する史跡等文化財の適切な管理に努め、地域の資源として地元自治会等との共同による取り組みを推進します。さらに、文化財の普及活動として、埋蔵文化財展や発掘調査報告会、講演会等を開催し、市民に情報を発信していきます。民族芸能の育成と伝承については、引き続き民族芸能団体への芸能用具整備費用の補助を継続するとともに、民族芸能協会との連携を図り、講演の機会を拡充することにより、民族芸能団体の活動を支援します。以上、令和3年度における教育行政施策の概要を申し上げましたが、本市教育の一層の充実と発展を図るため、市民の皆様の積極的な参加とご協力をお願い申し上げますとともに、議員各位の特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。
休憩いたします。10分間。